君。おっさん誰？おっさんはひどいな。僕はスケア、フリーの記者だよ。卒業試験を控えたアカデミー生の取材をしに来たんだ。意気込みとか将来の夢とか生の声を聞きたくてね。いや、まずは君に聞きたかったんだけど、まあいっか。カメラ回ってるんだぞ。あの自分メタルリンと申します。よろしくお願いいたします。座右の銘は、ま、めんどくせえけど親の期待ってやつもあるんで。それに忍者が嫌いってわけじゃないっすからね。あ、私は忍者になりたいです。私は普通科の中等部に進んで勉強を続けます。職業体験の時に忍者以外の仕事も楽しそうだって思ったので。やって、うん、そのアングル絶対撮ってんのよ。意外とみんな考えてんだなって思ってさ。将来ってやつ、忍者にはならないって生徒たちもいたね。俺はクソ親父を見返すためだったんだけど。それってここじゃなきゃできないことなのかな。じゃあそろそろ俺は帰るってばさ。明日も取材続けるんなら手伝うぜ。じゃあな、スケアさん。なあ、母ちゃんはなんで忍者になろうと思ったの？え？私も亡くなったネジおじさんも日向家に生まれた時から忍びになることを定められていたの。へえ、なんか大変だったんだな。なんかイメージ違うな。時が経っていろいろなものが変わったのよ。もう忍びになることが全てじゃない。母ちゃん、私もお父さんもあなたには好きな道を選んでほしいのよ。今日もまた帰っても来ねえのに。涙、どうしたんだあいつら。そんなのってないだろ。涙、普通科の中等部に進学するみたいなんだ。そういう道を選ぶやつもいるのか。ま、珍しいことじゃないよ。とりあえず忍術科を出ておけば就職に有利だからね。え、そうなの？そのものの需要はどの里でもどんどん減ってるのさ。じゃあ今まであちこちで見たってばさ。私は火影を目指しています。あれ、こんなところにいたんだ、ボルト。せっかくだけどそろそろ面談が始まるんだ。また今度ね。そういや、あいつの親って見たことないけど、どんな人なんだ？ジャーナリストの勘ってやつだよ。正直俺は完全に信じちゃいないんだがね。まあ昔は本当にいろいろあったが、今の俺たちは協力関係だってばよ。さすがにそこまで把握してるのは俺たちをはじめごく一部の人間だけだがな。あれでサスケの調査も進展するはずだ。自分が撒いた種の後始末のようなものよ。礼を言われることじゃないわ。ええ、当然じゃない。顔くらい変えてくれよ。もちろんよ。私の顔はいろんな人にとってちょっと刺激が強いでしょうからね。そんなに気になるんなら優等生様が仲を取り持ってやればいいんじゃねえの？簡単に言うけどね。でも家庭の事情にも関わることだし、私が口出ししていいかどうか。はぁ、何うだうだ言ってんだよ。ま、デリカシーのないくらいがちょうどいいんじゃねえの？それくらいじゃないとあのクソ親父には勝てねえぜ。ありがとう。まさみちゃん。よ
よかったね、二人とも来てくれたの。へえ、あのサラダがね。絶対諦めてたと思う。おかげでいろいろ助かったよ。あ、お安いご用だってばさ。ああ、まあみんないろいろ考えてるんだなってな。そういや、試験にも取材に来たりすんの？ああ、そうそう。人生の先輩から一つ忠告だ。ん？それだけじゃ破れない壁にぶち当たる時も来るってことは覚えておくといい。じゃあな。成績トップで合格してみせるからよ。派手に記事にしてくれよな。今まではね。今帰り、ボルト。親子。そういや、お前は進路どうすんだ？まだここにいたいって親にも伝えて了承してもらった。へえ。なんか理由があんのか？君だよ。気づいてないかもしれないけど、君の行動はこれまで周囲のみんなを変えてきた。俺が？僕もそうやって君の影響を受けた一人だしね。よくわかんねえけど、ま、お前がいいならいいや。ああ、まあ気にしてないって言ったら嘘になるかな。でもだから今すぐに答えを出さなくても、忍びになってみてから考えるってのも一つの道だろ。これからも今までみたいにみんなで楽しくやるために忍びになるんだってばさ。今はそれで十分だ。はあ、まったく、どうしてあなたがそんなことを。情報収集は忍びの基本でしょ。相変わらずですね、六代目。